スーパーハクトは、地図急行及び、西日本旅客鉄道が、京都駅、鳥取駅、倉吉駅間を、東海道本線、山陽本線、地図急行地図線、陰ビ線、山陰本線経由で運行する特別急行列車で、ある。なお本校では、京阪神と鳥取県を結んでいた、優等列車の遠隔についても記述する。1994年12月3日に、 地図急行地図線の開業により運転を開始した。当時は、使用車両の際により、ホット7000系を使用する列車については、スーパーハクト、キハ181系を使用する列車については、ハクトとし、2種類の列車名が使用されていたが、ホット7000系の増備により、1997年11月29日から、キハ181系の定期使用がなくなるとと,ともに、列車名が、 スーパーハクトに統一された。ハクトの列車名は日本神話の稲葉の白ウサギに由来し、白ウサギの音読みとなっている。なお、地図急行線経由の特急の運転開始にあたっては、列車名の公募が行われ、1994年8月2日に発表された。ハクトとしての列車名は、1956年から京都駅松江駅間を 三院本線経由で運転していた、準急、白ウサギが最初で、この列車は1961年10月に急行列車となったものの、1986年11月に特急格上げで、朝潮に統合された。スーパー白と2015年3月14日現在の運行外境は次の通り、京都駅鳥取駅間で降り2本上り1本、 京都駅倉吉駅間で折り5本上り6本が運転されている。運転開始当初は新大阪駅鳥取駅、倉吉駅間で運転されていたが、1995年4月29日から5月7日まで臨時列車として数本が京都駅に乗り入れを開始し、同年7月からは全列車が毎日運転の臨時列車として京都駅まで乗り入れた。 1996年3月16日から正式に京都駅発着に統一された。2008年3月15日から1号を除き、姫路駅で望みと接続するダイヤになっている。この乗り継ぎが東京都区内と鳥取市内の最速陸上移動ルートとなっている。このダイヤ改正以前は、スーパーハクトと東海道、山陽新幹線との接続については、 新大阪駅での乗り換えが考慮されていた。しかし、スーパーハクト4から14号の上り列車の発車時刻を30分程度繰り上げて、姫路駅に停車する、のぞみと接続するようになったことにより、東京駅への所要時間が約25分短縮された。京都発が下り列車で、列車番号は 51D64D と、運転線区で変更がなく、下りは、 合数プラス50の奇数、上りは合数プラス50の偶数である。車内チャイムは、避南セフ氏、大国様、ふるさとが使用されている。かつては、ガツの砂漠も使用されていた。なお、京都駅、鳥取駅間については、かつて、山陰本線経由で、朝潮が運転されていた。走行距離は、山陰本線経由の、 朝潮が2、30. 3 0 3トルであるのに対し、地図急行経由のスーパーハクトは2 5 3 5トルと約2 0トル長くなっている。しかし、最高速度はスーパーハクトの方が速く、かつ、線形の良い東海道本線、山陽本線、地図急行地図線を経由するので、 所要時間は、朝潮の4時間弱に対して約1時間短縮された。京都駅から新大阪駅大阪駅、三宮駅明石駅姫路駅、上堀駅佐用駅大原駅地図駅、高原駅鳥取駅倉吉駅地図急行の所有するホット7000系機動車が使用されている。基本的に5両編成で運転されているが、他客機は2号車と3号車の間に、 像2号車を増結した6両編成で運転されている。軌道に対し最大5度傾斜する振り子装置が作動するのは以前は上郡駅倉吉駅間のみだったが京都駅倉吉駅間の全線で動作している。2008年6月に翌年の鳥取自動車道の一部開通に先駆け全列車リニューアル全車禁煙になった。1号車の携帯電話コーナーは撤去され、 飲料の自動販売機が一編成につきに来、設置された。なお、貫通型戦闘車車両にも設置されている。かつては、車内販売があったが、現在は廃止されている。展望車以外の各車両の案内表示の付近には、テレビモニターが設置されており、貫通型でない戦闘車に設置されたカメラからの、走行中の映像が映るようになっている。運転開始当初から、 スーパーハクトは、ホット7000系機動車で運行されていたが、ハクトはキファ百18 181系機動車で運転されていた。臨時列車として、ビクトリーハクトが、鳥取大学の二次試験実施日に、試験に勝つようにという意味を込めて列車名に、ビクトリーを冠して、主に受験生用に運行されている。京都駅鳥取大学前駅間で運転されていた、期間が長かったが、 その後の定期列車の増発により、臨時列車の運行が困難となったことから、国公立第二次試験の日に、鳥取発京都駅として、全席指定席で運転されていた。しかし、2011年以後は、再び、鳥取大学前駅発大阪駅行きとして、全席指定席で運転されている。1999年2000年には、コ戸ベルミナリエ開催期間中の度休日に、 倉吉駅三宮駅間で神戸ルミナリエ号が運転されていた。神戸ルミナリエの最寄り駅である元町駅にも停車し、山陰方面から神戸地区を直通していた。カニ、カニ鳥取カニのシーズンを迎える11月から3月にかけて JR 西日本が発売する駅長を進め、駅プランのカニカニ日帰りエクスプレス期間中は特急列車の利用が多く見込まれるため、 2000年から期間中の土曜日、休日を中心に定期列車の保管としてカニカニエクスプレスが運転されていた。2000年度にはキハ1 8 1系で京都駅鳥取駅間でカニカニ鳥取の運転が行われ、翌2001年度は大阪駅倉吉駅間に運行区間を変更した。2002年度は ホット7000系を使用して、カニカニスーパーハクトに改められたが、その年度に運転を終了した。当列車の運転開始以前は、万端線経由で、大阪駅鳥取駅間の最速の特急列車でも4時間かかり、大阪鳥取間の列車利用は時間帯によっては、山陽新幹線岡山駅乗り換えで急行、砂丘の利用が早かったが、スーパーハクトが、 大阪駅鳥取駅間を2時間30分台で結んだことから高速バスに流れていた利用客が鉄道利用に戻るなどした。1995年に大阪と鳥取を結ぶ航空便が廃止されてからはスーパーハクトが京阪神と鳥取を結ぶ最短、最速ルートとなっている。2004年度にはスーパーハクトとスーパー稲葉の合計利用者数は100万人に 達しており、2010年度の1日の乗車人員は平均829人である。全3両、三まさか54両、三笹大阪駅と三笹温泉の最寄り駅である、上井駅を結ぶ、準急列車として1960年に運転を開始した。この区間は、福知山線、山陰本線経由がメインルートであったが、 大阪駅津山駅間で、未まさかと並結していたため、姫新線、陰備線経由で運転された。なお、姫新線、陰備線では、初めての優等列車であった。1966年に急行列車化されたが、1968年に、放期に統合されて一度名称廃止。1975年に一往復の鳥取駅伊勢が廃止になったため、再び、 ミササの愛称が復活し、放期の列車名は、白尾線内急行に変更された。福知山線電化後の1986年11月以降は、大阪駅鳥取駅を直通する唯一の急行となったが、1989年、三正と共に廃止され、姫路津山間はほぼ同じダイヤの快速に、格下げ、津山駅以北は、砂丘増発分に、ダイヤが建て替えられた。 停車駅、大阪駅、の宮駅、神戸駅、明石駅、姫路駅、佐用駅、津山駅、地図駅、高原駅、鳥取駅、倉吉駅、大阪駅、米子駅間で、準急列車として1965年に運転を開始し、翌年に急行列車化された。1960年に運転を開始した、ミササと運転経路が同じであったため、1968年に、後期に統合されて廃止された。 1968年にミササと会計が統合された運転を開始した急行列車で2往復運転されていた。このうち大阪駅、上井駅間の列車には岡山駅、月田駅間のヒルゼンの編成の一部が津山駅、上井駅間で後期と並結運転していたが、1972年に単独運転に変更。しかし、 1975年に、白尾線内急行の総称名として用いられることとなり、再び、ミササと変更された。1960年に、ミササと共に運転を開始した、準急列車で、大阪駅中国勝山駅間と大阪駅、月田駅間で運転され、大阪駅津山駅間で、ミササと、これに加えて、下り列車は、津山駅中国勝山駅間は、 昼前と並結運転が行われていた。休日や行楽シーズンには観光客の利用が多く、大阪駅中国勝山駅間では常に高い乗車率を維持していた。利用が好調であったため、1962年に大阪駅姫路駅間で田島と並結する列車が一往復増発され、一部は新見駅まで運転された。 1966年に急行列車化された。その後、山の湯の統合により、最大3往復にまで増発され、クリーン車も連結された時期もあった。しかし、1975年に、中国自動車道の部分開通を境に中国、ハイウェイバスや、マイカー利用に転移が進んで、利用客の減少が続き、1985年には1往復にまで減少して、 1989年に、廃止された。停車駅、大阪駅、三宮駅、神戸駅、明石駅、加古川駅、姫路駅、本達の駅、張馬、新宮駅、佐用駅、林屋駅、津山駅、三正坂落合駅、九州駅、中国、勝山駅、行部駅、新見駅、姫新線で、初めての急行列車として、1964年に、京都駅、中国、勝山駅間で運転を開始した。運転開始当初から、 週末運転の臨時列車として、京都駅姫路駅間は大戦と並結運転が行われた。1967年に毎日運転の臨時列車に変更。しかし、1966年に同じく京阪神から中国勝山駅まで運転されている三坂が急行列車化されたため、1968年に三坂に統合されて廃止された。白と、 ありがとうございます。